はいどうも、パンケーキこと岸りゅうたと申します。本日3月31日、もう、あれですね、3月も終わりですね。明日から新年度が始まってしまうわけなんですけれども、今日、ショッツル鉱山っていう1の頃にあった、スプラトゥーン無印の時にあった、ショッツル鉱山というステージが追加されました。いいっすね、ショッツル鉱山。なんか、僕まだ歩行はやってないんですけど、なんか、歩行ガチ歩行が、ガチ歩行のショッツル鉱山がめちゃくちゃ1の時と違って、なんかもう全然違うステージになってるらしいんですけど、ガチアサリはどうなんでしょうか。ガチアサリは1の時はなかったステージなので、まあ、そもそもショッツル鉱山がどんな風になってるのかまだ分かってないんですけど、ショッツル鉱山ちょっと楽しみですね。行ってみましょう。やっと来た、ショッツル鉱山。ここに来るまでに4連続ぐらい、アジフライスタジアムだったんですけど、ちょっと、任天堂さん、そういう、なんか、実況者泣かせなことすんのやめてほしいわ。さあ、ここまで待ったんやから、勝たせておくれよ。勝たせておくれ。さあ、なんか、もう、この時点でちょっと違うよな、ワンの時と。OK、1枚やって、なんか、これ、っていうか、ゴールどこ？怖いよ、怖い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 。どうしよう。ハイプレが通る、この角度は。レーンがあんのか。うおー、なんか早くね、このね、っけそのなんやゴンドラ、うん、なんや、なんていうんや、これなんていうんや、なんていうんやっけ、コンテナじゃなくてベルト、コンベヤや、コンベヤや、コンベヤがめっちゃなんか早くなってる気がする、動きが。さあ、かなり相手に押されてるけど、これ巻き返せるかな。リッターがあそこで持っとるんな。ナイスやり。さあ、一瞬オールダウン。これ出てきたやつハイプレでしばきたい。うわー、これハイプレ通ると思いきや、意外とあそこで下に下がれるから、それがちょっと厄介だな。さあ、これ見られてるかな。見られてなさそうだけど。いや、マジか、今のやりたかった。今のやらなあかんとかやな。やってー、アサリ作って投げ込んでたら、もう MVP やったな、今の。ちょっと今のショック。さあ、どうしようかな。おっと、これはハイパープレッサーがうまく刺さった。ナイス。味方でもキル取ってくれてるけど、ちょっと人数不利やな、めっちゃ。どうしたもんか。ナイス。そう、まだ、ショッツル鉱山。一回散歩した程度で詳しくないからな。うおー、どや、よし、一人やっていく。バケツおるな。上から垂らしてくるのめんどくせえ。おっと、これはやばすぎー。敵が多いよ、敵が。あー、てかさっきのガチアサリでゴール割れてないんか。それちょっときつい。もうちょっと奥も圧かけるとよかったんやけどな。一枚やっといて、
あいつをやりたいな。あ、そっちに避けるんか。ナイス。やれへんか。うわー、危ねえ。怖っ。さあ、さて、こうカーリング強すぎへんか、ちょっと。めっちゃここカーリング強いぞ。死ぬ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 。でも、相手もそんなカウント進んでるわけじゃないから。いやー、これきつい。いや、やれへんかった、ごめん。ごめんよ。ナイス。さあ、カウンター仕掛けていきたい。カウンターを仕掛けていきたい。カウンター仕掛けていきたいけど、どうやろう。じゃあ、やって。やって。アサリを作って。このアサリを持っていけない。あー、やれんか。マジかー、こっち1カウントも進まんかった。くー、惜しいなー。あのアサリを持っていけたらかなり良かったんやけど。ひえー、難しい、ここ。さあ、しょっつる鉱山、よしよし。2連続でしょっつる鉱山。さっき負けてしまったから、ちょっと今回は勝っていきたいな。ちょっとほんまに勝たせてほしい。お、相手にもダイナモール。これは負けるわけにいかんな。余計負けるわけにいかん。これでも、初動とかどうしたらいいんやろうな。そもそもアサリが苦手で、なんで、僕は。アサリが苦手なんで。どっから攻めていけば、あー、まずはハイプレを貯めて、あのダイナモンやっていこう。よし、ダイナモンやって、もうおるな。そこで下に下がられると、下に落ちられると、ちょっとどうしていいか分からなくなるな。いいね、味方。一番やって、いや、後ろ、ごめん、後ろのやつ、後ろやられ。 OKOK。 でも相手も3落ち、こっちは2落ち。ここは堅実にアサリを集めて、さっきの試合的にここのガチアサリはお互いにカウントが進みづらいと思うから、ボコボコにお互い攻めれるわけじゃないと思う。あ、インクアマのおかげで助かった。ナイス、味方。俺が多分狙われるんやけど、じゃあやって、あー、来てた、もうこんな近くまで。いや、でもこれはちょっとまずい。あらら、ちょっと全落ちしてしまったらあかんな。全落ちは、向こうまでも道を作られてしまっている。今やって、こっちにももう一人おった気がする。え、当たらんの今の。ナイス。 OK、 3枚いってて、ここでハイパープレッサー打つことによって相手に圧をかけられるけど、そんな刺さらんかったな、ごめん。ナイスナイス、味方強。 OK、 1枚やって、いやー、あいつかよし。まあ、あいつならよし。いけいけ。ナイス、あいうち。いえ。このまま怒涛の攻めを続ければ、勝てそうですね。勝って行きたい所存なんでございますが。なんかいる。
じゃん。曲者でどうにか弾いてもらおう。ハイパープレッサーなかなかたまらんな。さあやれんかー、くそ。やりたかったな今の。あー、アサリ取れんかった。やば、ちょっときつい。やれへんか。おっと危ない。これは僕かなり後ろに下がってしまってるけど。うお、それうまい。そのフェイントうますぎる。一回向こう向いといてのこっち狙ってくのうまいな。結構きついけど、これは上から起死回生の一発。やれへん、ごめん。オッケーオッケー、でもそいつだけやっていく。あー、ごめん、やれへんかった。落ちてったわ。落ちてった。残り30秒ぐらいやから、ここはしっかりハイパープレッサーを貯めて相手のカウントを進ませんようにしよう。ごめん、ハイパープレッサー意味なかった。あれ、こっち来たけども気にしたけど剣か。オッケー、ナイスやり。相手に落ち、味方強。ここでハイパープレッサーやったな。防衛しっかりして、オッケー、ダイナモもやって。後ろこっちない、やばい、ごめん、インク足りひんかった。うーわ、マジか。嘘、相手の多いって、それ。もう、相手の延長長すぎやろ。ひどない？それ。嘘やろ。最後まで動画見てくれてありがとうございます。ここの真ん中にあるボタンを押すと僕のチャンネル登録ができて、右が一番最新の動画で左がおすすめの動画なんで、ぜひ、いろいろボタンを押しまくってください。